演長、ミヤネ屋出演の浅野史郎氏に激怒。明日中にお詫びがなければ提訴。高須クリニックの高須克也院長が、25日、この日放送された日本テレビ系、読売テレビ系、情報ライブ、ミヤネ屋。で、民進党の大西健介議員を高須院長が、名誉毀損で訴えた第1回口頭弁論について、元宮城県知事の浅野史郎氏が名誉毀損には、当たらない趣旨の発言を行ったことに、明日中にお詫びがなければ提訴します。と、ツイッターで表明した。番組では、大西議員が国会で、悪徳美容外科の誇大広告などを取り上げ、CM も陳腐なものが多い。イエス〇〇と、クリニック名を連呼するだけの CM、などと発言し、それに対し、高須院長が名誉毀損で訴えた口頭弁論の模様を特集した。一連の VTR を見終わった浅野氏は、コメントを求められると、これは名誉毀損で訴えたんでしょ？名誉毀損は事実と、違うことを提示して名誉毀損するんだけど、と、コメント。国会で言ったかは別として、普通の修羅場で言ったとしても真実を言ったんです。あったとしてもこの正直者、と、怒るようなもんです。などと、真実という言葉を使って発言した。まさかの発言に MC の宮根誠司も、例えばイエス〇〇っていう例えは、良くないですよ。と、悪徳美容外科の誇大広告を代表する例として、イエス〇〇を使ったことは、適正ではなかったと指摘したが、高須クリニックと、言ったとしても構わない。とまで発言した。これを受け、高須院長はツイッターで、明確な名誉毀損です。今、宮根屋さんに顧問弁護士から警告しました。浅野史郎様から明日中にお詫びがなければ提訴します。と表明。その後も、明日中猶予を与えます。詫びがなければ明後日提訴します。僕も老人だからと容赦しません。と、本気であることを強調していた。